れはね、3人ともダンロップと契約してたわけ。そして日本にビッグスリーが来たわけよ。アメリカからニコラス、プレイヤー、ハーマンが。そして日本にもそれを作ろうと。あまりにも試合が少ないから、試合を増やすために興行しましょうっていうことで、ビッグスリーエンタープライズっていうのをダンロップが下川さんを社長にして作ってくれたのよ。それで YS11 に乗っかって四国だ、北海道だ、ずいぶん行ったのよ。で、今度和製ビッグスリーだけじゃ足んないから、それにな対抗をつけなきゃいけないっていうんで、オーストラリアの人間を対抗にして、オーストラリア対日本の対抗戦みたいにやったわけ。そうやってビッグスリーエンタープライズというのは興行をしてたわけだ。いやいや、シーズン中、そんなに試合ないもん。あれでもって試合を増やしたのよ。だから、それで試合は、あれ、25、6になったのかな。30ぐらいになったのかもしれない。だけど、いかんせん賞金があまり上がってなかった。その賞金の額を上げたのが尾崎ですよ。青木尾崎ね。ちょ、ビッグスリーでやってただけ、3人だけ。だから、普通の試合でビッグスリーを使ったことはない。そうよ。3人、仲悪いんだ。でも、ビッグスリーの収入っていうのは結構あったからね。そう、ギャラリーとか、それまた賞金収入だよね。ロービングスでロープを持って歩く。一組行けないんだからさ。気持ちがいいよね。だから、日本の選手は河野さんと杉本さんだから、じゃ あ杉本さんが、じゃあ、ニックラスだと、太ってた時から。で、河野さんがゲイリープレイヤーだと。と、俺はパーマーになるかと。そんな感じでやってたね。パワーがちょうどそれぐらいで。そんな体太ってもいないし。でもあれだね、パーマー日本で、あのほらシニアオープンやってたじゃん、アメリカの。あの時ビッグスリーのゲイリープレイヤーとトレビノと思ったの、最終日。俺トップ走ってたから。で、結局2人抜かれて3位になっちゃったんだけど、でもその時にパーマー落ちたんだよね、あの頃も。で、叩いちゃってインからスタートだ。最終日は俺あの人はすげえ立派な人だなと思ったのね。あんだけの金持ちの自家用ジェットで庭行くんだから、ほんでゴルフ場も4つ持ってる社長だから、その人がロッカーで自分のスパイクを靴ずみつけて磨いてんだよ。いやー、俺らはこれここまでもだゴルフが好きじゃねえなと思ったよ。この人は立派な人だなと思ったね。それニコラスがそのゲリピレーヤーがそう言ったって、あのパーマにはかなわない。まさに人間的にもすげえわ。だからそういう裏の一面を見ると、いやー、ゴルフつなただうまいだけじゃダメだなって痛切に感じるよね。だからそれは人間的にできないとなかなかできないことでしょ。だって足上げりゃ誰かが靴脱がしてくれるぐらいの金持ちだよ。それがロッカー行って自分の靴を磨いてる姿を想像してみなさいよ。俺もたまげちゃってこんなになっちゃって声も出なかったよ。でもそれから会うとミスターパーマでミスターつけるようになっちゃうそういうもんだよ。まあワールドカップっていうのは日本代表だからトップ2人が行くんですよ。だからそういう自負があったからインターナショナルゴルフ協会が選ぶんですよ、その2人を。それそのインターナショナルゴルフ協会の会長が後藤信夫さんだって、東京の。だから俺は当然東京と関係してたから、そこへ挨拶に行かなきゃいけないんだけど、そうすると今度はお前ら2人推薦してやったからなって、こういうことだから、おー、ありがとうございますやなきゃ冗談じゃねえよって監督は絶対に言えないわけよ。そういうような人に選ばれて行ったわけよ。だから日本代表っていう感覚がものすごい強いわけよ。だから日本オープンと重なってると日本オープンを蹴ってワールドカップ行くのよ。
回、2回ぐらいあったんじゃない。矢部が優勝した時も俺らは出てないのに。だから3回続けて河野さんと行ったからね、うん、最初だからシンガポールでワールドカップが行われて、シンガポールで俺優勝したじゃない、その後だから。それだから要するに勝つチャンスがあるってわけだ。でも結果が2位になったけどね、団体で。トレビノはその時に知り合いになったわけよ。これこいつうまいなと思うぐらいに、一人で19アンダーだから、俺ら2人で17アンダーなのに1人で19アンダー。オービル・ムーディー何もしねえで団体優勝だからね。でその当時は優勝すると$2,000、2位になると$1,000、それがワールドカップの賞金だったよ。だから賞金は目的ではなかったですね。その後1億円になったんだろ。だからトレビノとはアメリカでも一緒だったし、僕が4回行った中の3回当たってるから。1回はアメリカの国内でニッカラスと僕が組んできて出てきた。でその時行った時は俺ら2人、河野さんと俺は惨めだったよ。今当分なんてことじゃないもんな、ニコラスがあの当時。そんで人気はあるしさ、もうなんていうの、独壇場だもんな。ほいで本国でやってんだからたまんねえやそれな。だからあの頃だい、あの当時アメリカ行って、いやーこれは嫌だなと思ったことはなかったね。いいことは一つもなかったもんな。あれでね、アメリカンツアー行ってアメリカでやろうっていう気にはなんなかった。テストが起こったから、ニューメキシコで起こった最終で。あれはね、俺がね、なんか仕事失敗してさ、ゴルフできなくなっちゃうかもしんねえって言って、じゃあアメリカでやるかって話になってアメリカ行ったんですよ。でプロテスト最終まで行ったんですよ。で最終で起こっちゃった。そして2回帰ってきて、すぐ2回目の仙台クラシック、それ優勝したのよ。それ運動選手は優勝すると前のことは全部消えるのよ。おかしなもんでさ、飛び飛びで行くんだよね、あれ、プロテスト1時とか2時とか飛び飛びで行くから、最後で墓穴掘っちゃうんだよね。その時に最後でやったのは、ドイツのランガーとかって中足だったんだよ。飛ぶはちっちゃいのに、飛ぶはうまいわ、肩は入るわ、だからかなわないよね。こいつはうまいなと思ったね。じゃあ案の定アメリカですごかったもんね。パワーがあったね。物を言わないやつでさ、かわいくねえんだ、だから。